ませんのでご注意ください。いやいや、ベイスターズってベイスターズ分かるかどうか分かんないですけど、ベイスターズ見える見えます？わかりますあれ。わからんわからん。こういう強引な取り方はね、しない方がいいっす。精神的にゆとりがないんすよ。強引に取ろうと思えば取れますけど、あんまり強引すぎるのもいかがなものかなと思うんで。あ、本当に来るんで。鋼鉄の方に色を合わせるとあれがなんかちょっと違う感じに見えますよね。あれに合わせるんだったらこのくらいでいいと思うんですよ。難しいよな、両方に合う色って。自動車用のガラスでもありますよね、クールベールって。それを駅の窓ガラスに使う東急電鉄さん、すげえな。もう普通のガラスより高いっすか。自由が丘ね、自由が丘のその留置線もちっちゃくなったし、ホームドアもついたし、行き先は溝の口行きなんて増えたし、溝の口行きなんだよね。でこのあと中央林間行きなんだよね。最近すげえなーって思いますよ。まあまあね、この踏切の音は変わってない気がするなー。車掌さんがいないのも変わったな。はいはい。旧シートはやっぱ見ないな。はい、新幹線ラッピングの東急線、まああるんですけど、それがそうそう来るらしいんで、撮影しておきましょう。もう基本的にあんまり東急線の方来ないんですよ、私はね。乗りゃいいんですけど、 JR で横浜行っちゃうことの方が多いんで。そうなんだよ、東京駅に東急線が走ってれば東急さんで行くんですけど、渋谷からだからな。そこですよ、そこ。こんなことやってると取れないだろうって言われちゃうんですけど、かっこいいんだよ。もう来ますからね。坂駆け上がってくる湯布天に、まあまあまあ、来たんじゃないですか。新幹線ラッピングからの東急線、まあまあラッピングなんだね。わかるかな。わかりにくいとは思うんですけど、じゃあ来ましたよ。
ことなく西武の独占系に似てる気もしますけど、まあいいや。そうか、ラッピングするとこうなるのか。まあいいや。はい、お疲れ様でした。なかなか乗る機会がないんでね。ほいほい。あの駆け上がり方がね、いいんですよ。もう駆け上がり方が、まあいいや。そんなこと言ってるとあれになっちゃう。